次に高橋千鶴子君。はい、高橋君。日本共産党の高橋千鶴子です。東日本大震災と原発事故から間もなく2年が経とうとしています。総理は復興は安倍政権の最優先課題と述べ、福島復興再生総局の設置や予算の枠を大幅に増やすとしています。日本共産党は震災の直後から復興は被災者が主役だ、暮らしとなりわいの再建が大前提と主張をしてまいりました。どんなに建物や道路が立派に立ち並んでも、そこに住む人々が戻ってこなければ、あるいは生き生きと暮らすことができなければ本物の復興とは呼べないと思うからです。総理はこの認識を共有してくださるでしょうか。安倍内閣総理大臣。私も議員と同じ認識でございます。高橋千鶴子君。はい、ありがとうございます。認識は共有されたと。で、国の問題でいろいろ違いがあるのかなと思うんですが、そこでまず伺いたいのは、最も身近で切実な被災者への医療や介護の減免制度について質問いたします。先日宮城県の復興共同センター代表らが秋葉副大臣に1万4000名以上の仮設住宅の被災者の署名を提出しました。震災から1年間は、全額国の補助で減免をされておりましたけれども、昨年9月にこれが打ち切られました。現在は被災した市町村が国保の枠組みの中で一部負担をして減免を続けており、国の支援がなかったら年度末、つまり3月で打ち切られるのではないかと不安の声が上がっているわけです。宮城民医連の介護事業所が行った聞き取りでは、先立つお金がないので心配だ、医療介護の減免がなくなったら大変、どこにもすがりようがない、年金からしか払えないので生活費を抑えてサービスは継続する、ご飯を食べなければよい、ご飯を食べなければよい、こういうつらい声が寄せられています。田村厚労大臣、被災者の医療介護の減免を受けられるように全額国庫補助をやるべきではありませんか。田村厚生労働大臣。高橋委員のご質問でございますが、今お話ございましたとおり、全額の補助というもの、これは国民健康保険、それから介護保険等のですね、窓口負担、それから保険料の部分でございますけれども、昨年の9月でですね、この制度が終わりまして、現行はですね、保険者が減免をするというふうに判断された場合には、その10分の8を特別調整交付金で財政措置をすると、こういうような状況になっております。そもそも、これ前政権下でこのようなご決定されたわけなんですけれども、どういう理由であったかというと、今までは例えば阪神淡路大震災の場合は1年間という話でありましたが、今回はこの保険料等々の基準というのは前年の所得で、決まるという部分がございまして、被災の後ですね、収入が大幅に減っておられるということで、その所得を確定できるのが9月であったということで、9月からは前年の、言うなれば減られた所得、被災に遭われた後の所得で判断ができるということで、このような対応をしたということでございます。高橋千鶴子君。はい、残念ながら民主党時代に聞いた答弁と全く同じであるということであります。で、まずですね、ちょっと中身に入る前に一つ確認をしておきたいんですけれども、福島の原発事故の避難区域については、今まで通り全額補助を継続するということを聞いておりますけれども、一口に避難区域といっても、解除されたところとか準備区域など複雑になっておりますので、これは今まで減免対象だったところは同じであるということでよろしいでしょうか。田村厚生労働大臣。すでに指定が解除されている旧緊急時避難準備区域も含めてですね、これは全額国が財政を支援すると、財政支援するということでございます。はい、高橋千鶴子君。
はい、そこでまずそこは確認をさせていただきました。それで話を戻すわけですけれども、まあ、実際ですね、どのくらいこの制度が活用されているか聞いてみました。例えば宮城県では国保と後期高齢者合わせて25万2000人が減免を受けていらっしゃいます。合わせて減免額は284億5000万円です。これに介護がプラスされます。で、同じように岩手県の実績をもらいましたけれども、合計すると延べ人数で49万9000人、約50万人がこの減免制度に助けられていたわけですね。それを今は国ではなく自治体がこう一部負担という形でやっている。合計額は417億円以上になります。大臣はこのような状況をご存知だったでしょうか。田村厚生労働大臣。要はですね、それぞれの自治体で、自治体といいますか保健所で対応いただくというご判断をしていただければ、今も言いました通り8割、10分の8、これは財政措置をするという話でございますので、そういう形でご対応をいただいておるものと承知しております。高橋千鶴子君。はい、今日問題にしたいのはその保健所、つまり市町村ですよね。市町村がもうこれ以上は大変だと言ってるということなんです。さっきも被災の状況によって所得が減少すればそれに反映するよって言いましたけれども、結局それだって自治体の負担で減免するしかないわけですよね。それがどういうふうに現れているか、例えば最大の津波被災地であり3万人以上が避難生活を送っている石巻市、すでに国保財政は14億円の赤字です。3ヶ月で基金も底をつきます。どうなるかというと、それは保険料値上げしなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。でも被災者の現状分かっているから、市長はなんとか保険料上げたくないと、だから国に補助してほしいと訴えてるんです。あるいは国保加入世帯の実に5割強が減免世帯だという陸前高田市、これは医療費が震災前より1割以上増えました。市の国保財政を強く圧迫しています。もう自治体の努力も限界なんですね。総理に聞きたいんです。これ今言ったのはですね、被害が大きい自治体、被害が大きければ大きいほど当然支援をしなければならないのが増えますのでね、自治体の負担が増える、不合理じゃありませんか。田村厚生労働大臣。いろんなご意見あるのも私もよくお聞きをいたしております。ただ10分の8はですね、これは特別調整交付金で対応することになっておりますので、全て減免したものの財政負担を保険者という話ではないということはご理解をいただきたいと思います。高橋千鶴子君。ですからその2割がもう対応できなくて、また保険料値上げしなくちゃいけないと言ってるということ、それを言いたいんです。総理が就任して真っ先にやったことは復興を加速させるということで、復興予算を19兆円と言われていたものを25兆円に拡大するということではなかったでしょうか。被災地が予算を心配しなくていいようにまず枠を広げました、そのようにおっしゃっていたと思うんです。でも結局被災自治体は苦しめているんです。25兆円に比べたら今言った400数十億とかね、そういうお金わずかな予算じゃありませんか。それを言いたいんです。昨年石巻の仮設住宅で懇談したときに、みんな遠慮してるから代わりに言うって言って被災者を支援している男性が手を挙げました。みんなは思っていることは現金もう一回来ないのか、手持ちの金がない、そうおっしゃったら一斉に拍手が起きました。また集いが終わった後、杖をついた高齢の女性からは、私は全てを諦めています、そう言われたのが忘れられません。これが被災者の本音なんです。先ほど認識は共有すると総理おっしゃいました。4月からも安心して医療介護は受けられる、これだけでも国がメッセージを出すことで被災者を元気づけます。総理が決断すべきではありませんか。安倍内閣総理大臣。今まで、厚労大臣が答弁をさせていただいたわけでありますが、
その中でも、私ども、10分の8はですね、国が支援をするわけでありまして、今後とも国、地方が力を合わせて支援者を協力して、支援者を支援をして、被災者を支援をしていきたいと、このように考えております。高橋千塚君。非常に残念に思います。総理がせっかく、枠を広げたのに、なぜその中で踏み込むことができないんでしょうか。自治体の、8割は公費で見ていますって言いましたけれども、やはり制度の枠の中だから、さっきの言ったように弱い人だけが集まる国保の中でどんどんその被災して痛手の負った人たちが集まってきているわけですから、財政が厳しくなっているんです。もうそんなことは十分承知だと思うんですね。国保の今法定減免という制度がありますよね。そもそも所得に応じて減免するということを法律で決めています。その額がすでに震災前全国ベースで300億円以上増えています。ところがですね、この減免制度を法律で決めておきながら、その負担は県と市町村で分け合うんですね。国が出してるわけじゃないんですよ。公費って言うとなんか国が頑張ってるように聞こえますが、県と市町村に、主に市町村に頑張らせてるんですね。そのこともちゃんと踏まえて検討してくださる、一言言っていただけますか。田村厚生労働大臣。今のは法定減免のお話ですか。もっとこれが激しくなるという意味で。ですから特別調整交付金は基本的には国のお金でございますから、それで対応をさせていただいている。そして重ねて申し上げますけれども、福島第一原発事故に伴う避難指示、これが出たエリアに関しましては、すでに指定が解除されているところも含めてですね、全額国が財政支援をしてですね、要するに減免を続けていくということでございまして、そこはしっかりと今まで通りの対応を維持していくということでございます。はい、高橋静香君。はい、諦めることはできません。しかし次の課題がありますから質問を移しますけれども、もう一度言いますけれどね、今国保が本当に厳しくなっているというのは全国的な状況なんだという意味で今法定減免の話をいたしました。ですから国保の枠の中で何とかやっていますよと言っていけば、市町村がパンクすると言ってるんです。被災が大きければ大きいほどその自治体に負担をかける、被災地の負担をかけないために予算を増やしたのに、結局そこで被災地に負担をかけているじゃないかということを指摘をいたしましたので、重ねて検討をお願いしたい。ここは要望にとどめて、次の機会にまた続きをやりたいと思います。福島の復興の問題について入りたいと思います。私はこの間原発事故を風化させないと叫び続けてきました。それはどこに行っても自分たちは忘れられているのではないか、見捨てられたのではないかという声をあちこちで聞くからなんです。総理はなぜそういう声が出ると思いますか。安倍内閣総理大臣。福島、宮城、そして岩手、それぞれ被災したわけでありますが、特に福島の場合は除染の問題があってですね、地域として復興が進まない、そして仮設住宅で困難な生活を強いられている人の比率が他の被災地よりも高いということによるものだと思います。はい、安倍千鶴子君。いや高橋千鶴子君、ちょっと高橋千鶴子君に申し上げます。欧州の議会の皆さんがお越しでございます。議事の途中ではございますけれども、ただいま日本 EU 議員会議欧州議会代表団ファンバーレン団長ご一行が傍聴にお見えになっております。この際ご紹介を申し上げます。どうもありがとうございました。
それでは高橋千鶴子君。はい。高橋君。はい。高橋千鶴子です。はい、総理自ら復興が進まない困難を抱えているとおっしゃいました。でそのこととね、実際に日々被災者の皆さんが接している情報、あるいは周りの方から受ける言葉も終わったことであるかのように言われたり、もう様々に傷ついている、そのことを指摘をしたかったのであります。本当はいくらでも言いたいことがあるんですけれども、限られた時間ですので簡潔に話していきたいと思います。でこれが今の福島県の状況であります。国はこれまで何度か避難に関する区域を見直してきました。今は厳重に立ち入りが制限されている警戒区域、原発のサイトのマークをつけておきましたので、その間近なところは当然立ち入り禁止区域になっているわけですが、5年以上帰ることができない帰還困難区域、あるいは順次避難を解除していく居住制限区域、避難指示解除区域、非常に分かりにくい表現なんですけれども、一定の放射線量を目安として3つの区域を設定をして、でそれを決めている川内村や田村市のような、そういうところもあります。で見ていただければ分かるように飛び地もあります。一つの自治体の中にいろんな区域が混在しているという大変複雑な状況であります。でこの地図は実は双葉地方を中心になっておりまして、実際に避難している方は、全県から15万7000人くらい及んでいるわけですね。ですから福島の皆さんは誰もがこの区域あるいは線引きに翻弄されてきたと言えるのではないでしょうか。避難している人もそうでない人も全てが原発事故の被害者、こういう立場に立つことがまず福島復興再生を目指す出発点だと思いますが、総理の認識を伺います。安倍内閣総理大臣。いずれにしても、今、被災され、そして、避難生活を余儀なくされている方々がですね、将来、元の生活に戻れるようにしていく、そのいわば未来を見通せるようにしていくことが我々の仕事であろうと、このように考えております。高橋千鶴子君。聞かれたことに答えてないと思うんです。見通せるようにしていく、本当にその通りですが、今私が述べたことは、ずっと自分自身が何度も言い続けてきたことなんですけれども、ただし我が党だけが言っていることではありません。被災4県の要望書が平成25年の1月15日に出ていますけれども、その中で避難先がプレハブ仮設住宅か借り上げ仮設住宅か、県内か県外か、自主避難か否かなどは問わず同様の支援措置を受けられるよう配慮するとともに、ということで被災自治体および避難者を受け入れている自治体の取り組みを支援してほしいという要望が出されています。ですからここは自主避難か否かなどは問わないということをみんなが、要望していることなんです。そこもちろんそうだということでよろしいでしょうか。安倍内閣総理大臣。ご質問は、じゃあ自主的避難者の方々についての、賠償等でございましょうか。はい、高橋千鶴子君。失礼します。まだ賠償の話をしておりません。要するに福島県民であることに県内に住んでいる人、あるいは県外に住んでいる人ということで差別をしない、あるいは避難区域、先ほど言いましたように区域が大変複雑になっています。そして変わっています。そうした中で自主的避難と呼ばれている方もいらっしゃいます。そういうことに今は差別をしないんだと、そこがまず出発点で、そこから支援は始まっていくんだってことなんです。安倍内閣総理大臣。そういう、さまざまな意見がですね、根本大臣のところにも寄せられています。自主的な、避難なのかそうでないのか、あるいは、県外なのかそうでないのかということも含めてですね、その中でですね、どう対応していくべきかということについて、今検討しているところであります。高橋千鶴子君。
はい、まあ、踏まえていただくというふうに受け止めたいと思うんですね。で、線引きをしないでほしい、これが本当に私たちが繰り返し述べてきたことであり、最大の鍵かなというふうに思っています。それで具体的に述べていきたいと思うんですけれども、山形県の米沢市、ここは避難者支援センターおいで、これを開設して、市が開設しています。それで各種情報の提供や避難者の交流支援を行って、運営は避難している方自身が行っております。米沢市の避難者はピーク時は約4000人いましたが、今でも3000人近い方が避難をしているということでありました。で、そこで山形県全体で言いますとね、全国の避難者一番多いんですね。で、1万人くらいが避難をしているわけですが、その山形県全体のアンケート調査がございます。資料の2枚目につけているんですけれども、で、これを見ましてもですね、避難の理由ということで避難指示があった、これは 21.7% です。で、あと家屋が倒壊という方もいらっしゃいます。で、放射線の影響が心配なためという方が 65.6% ですから、言ってしまえばこの方たちが7割強ですよね。自主的避難、いわゆるそういうふうに呼ばれている方たちなんです。でも下を見ていただきたいんですね。避難者の7割が住民票を移さずにいます。で、まあ、もちろんその前の年は8割を超えていました。ですから少しは減ったけれども、しかしまだ7割は移していないんですね。で、実はこれには載ってないんですが、就職の状況も調べたものがございます。で、次のページにちょっとあるんですけれども、就職を探している方も正規ではなくてパートですとかね、臨時を探してるっていうんです。で、その理由が先行き不明で就職に踏み切れない、つまり定職についてしまうということがそこにずっといるということを意味しますよね。だからそこまで踏み切れていない、福島とつながっていたい、そういう思いなんです。そこをね、本当にこう受け止めていただきたい。勝手に避難してるなんてことは決して言わないでいただきたいと思うんです。米沢の支援センターは来年3月までは開くことを決まっています。しかしもし3年で、まあ、借り上げ住宅などの補助が打ち切られると、センターも廃止しますと言ってるんですね。そうするとその避難者の拠り所もなくなってしまう、これは大変なことだということが言いたいわけです。そこで田村厚労大臣にもう一度伺いますが、借り上げ民間賃貸住宅などみなし仮設住宅と呼ばれるところの期限延長は大変切実な願いであります。安定した住まいが確保できるまでは延長すべきだと思いますが、いかがでしょうか。で、一つは避難を指定されている区域で要するに期間までまだね、3年どころか5年6年かかるというところは当然だと思いますが、それが一つと、いわゆる今言ったような自主的といわれる避難している方たちもやはりこれは延長するべきだと思いますが、いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。仮設住宅の提供期間というのはご承知の通り原則2年ということであります。まあ今回いろんな状況を勘案してですね、また1年延長ということでございますが、25年度末までは1年延長ということになろうと思います。その後に関しましてもですね、当然のごとく今委員がお話しされました通りですね、どこか戻れるような状況でない限りはですね、やはりどこにも行く場所がないわけでございますので、まあこれは復興庁の方とですね、協議をしながら前向きに検討してまいりたいと思います。合わせて今、まあ、自主批判をされた方々に対してどうなんだというお話でございましたけれども、これも同じような扱いの中でですね、検討ができるのではないかというふうに思っておりまして、これに関しましても復興庁と協議をしながら前向きに進めてまいりたいと思います。高橋千鶴子君。はい、少し希望が見える答弁だったかと思います。これは本当に津波被災地も含めてですね、大変皆さんが心配をされておられますの で、私は仮設住宅ずっといた方がいいとは絶対思ってないんですよ。だけど住まいが先ほど言ったように安定するまではそれはもうつながなきゃいけませんからね。これ本当にお願いをしたいと思います。
そこで根本大臣、大変お待たせをいたしました。福島県の復興公営住宅まだ500戸なんですね。全然足りません。でそれはやはり今言ったような区域による特別の難しさっていうのも当然あるかと思います。だから思い切って進めるってことが一つです。それと同時にやっぱり柔軟な対応が必要ではないか。例えば住み替えですとかね、そういうことも含めて復興大臣としてぜひイニシアチブを発揮してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。根本復興大臣。委員から復興公営住宅を思い切ってやるべきだと思います。私もその通りだと思います。今回の補正予算あるいは25年度当初予算におきまして、我々、期間宣言をした期間支援のための予算メニュー、そして長期避難者の方のための支援、その中心的な政策として、復興公営住宅を受け入れている市町村で自治体で作っていただいて、で復興公営住宅を作ると関連する道路あるいは学校、いろんな行政需要が新たに出てまいりますから、そこの生活関連施設の整備もしっかりやってもらおうということで、生活拠点形成のための新たな予算措置を講じたところであります。しっかりとこの予算を活用していただいて、先生のおっしゃるような目的に沿うように支援してまいりたいと思います。高橋千鶴子君。ここはしっかりとお願いをしたいと思います。そこで今お話の中にあった長期避難の区域の方たちが帰っていくための条件づくり、環境づくりという問題に入りたいと思うんですが、浪江町避難指示解除の見込み時期が帰還困難区域は6年後、またその他の区域は5年後とされています。でそれまでの間は、立ち入り可能な区域もできるわけです。ただ浪江町は場所によっては目の前に福島第一原発がすぐ見えるところもあるそうです。大変穏やかな気持ちではいられませんよね。もし5年と決めたといっても、5年経ってその除染ですとかインフラですとかね、それがほとんど変わってなかったら5年来たから帰れ、そう簡単にはいかないと思うんですね。そこで町ではこの解除見込み時期を了承するにあたって6項目の付帯事項を国に示しました。で私これ大変参考になると思うんです。浪江町の例ですけれども、全体としてね、共有すべきではないかと思うんです。例えば医療や介護、福祉などの生活関連サービスが人々が暮らしを営むことができる水準であること、長期避難を強いられる住民に対しては損害賠償のみならず、損害賠償だけで解決しない、政府としての生活再建策を講じることなどを指摘していることは非常に重要だと思います。そこで私が今日取り上げたいのは空間線量率の低減についてです。放射線量については、生活実態に即した現地におけるモニタリング及び土壌モニタリング結果を踏まえることと述べています。でモニタリングってよく言うんですが、で詳細なデータもあるんですが、地表1メートルって決まってるんですね。そうすると子どもたち の,背丈の低さとか遊ぶ環境とかっていう意味では全然足りない、そういうことを1メートルだけと決めないでくれと言っています。それから目安、目標は追加被爆線量は年1ミリシーベルト以下を目指してほしい、そう述べていますが、環境大臣、この点ではいかがでしょうか。石原環境大臣。これもう委員ご承知のことだと思いますが、これは放射線を測定するときのガイドラインになるものをですね、文科省等々で決めて地表1メートルとすると、また委員ご指摘のとおり小学生等々の背の小さい子どもさんたちがいるようなところは、50センチにするというふうに作成されているものだと承知をしております。高橋千鶴子君。ですからそれを見直してくれと言っているんです。今浪江の話をしましたけれども、もう皆さん十分ご存知だと思うんですね。初期の頃の放射能のデータが分からなかったために、良かれと思って避難した場所、対馬区、これが元いた場所よりも線量が高かった、
そういう思いをした人たちなんですね。それだけではなくて、本当にこので情報がわからない中でずっと外にいた、そういう悔しい思いをした人たちが、まあ、20ミリシーベルトを下がったからいいよとか、まあ、長期的に、資料の4枚目につけていますけどね、長期的に1ミリシーベルトを目指すからいいよと、それはないんじゃないか。5年を待つということ自体が大変な思いなんですね。だけど5年待ったけれども、ちょっと下がっただけですよ、あるいは長期ですよ、本当にそれでいいか、そこにもう少し踏み込むものがあってもいいんじゃないかと思いますが、大臣いかがですか。石原環境大臣。線量が低下しませんと、そこで暮らされた方々は元に戻れません。さらにインフラの整備や、今委員のお話になりましたように、私も行ってまいりましたけれども、ある程度線量が低いところでも、実は福島第一原発のサイトから大変近いところもございます。そういう方々の地元のアンケートをお聞きいたしますと、いくら線量が下がっても自分は戻りたくない、こういうふうにお答えになる方が、まあ、調査にもよりますけれども5割から7割もいらっしゃる。そういう方々の気持ちを考えたときに、これから24年、25年と、この線量の低減というものに全力で努めていかなければならないというふうに感じているところでございます。はい、高橋千鶴子君。早く返すために基準を緩めたり、あるいは帰らなければ支援を打ち切るということがあってはならないということを重ねて指摘をしたいと思うんです。すべての線引き、私さっきからこだわっているその元凶は、やはり2011年12月16日の収束宣言にあるんですね。で、なぜ私たちがここにこだわっているか、資料の最後のページを見ていただきたいと思うんです。12月26日2011年の原子力災害対策本部がステップ2の完了を受けて、避難区域を見直しをしています。原子力発電所の安全性が確認された、だから区域の見直しをする環境が整ったと宣言をしているんですね。そして翌年の3月16日には、今度は、原子力損害賠償紛争審査会、賠償の指針作りをしている審査会が、政府による避難区域等の見直し等に関わる損害についてということで、政府が、収束宣言をしたので、避難の賠償の範囲も見直しをしますということを言います。そしてその翌月には東京電力の、プレスリリースです。避難指示区域の見直しに伴う賠償の検討状況について、こうして見ていただければ、収束宣言に私たちがなぜこだわるか、ここがすべての出発点で賠償やいろいろなことに結びついているんですね。で、総理はこれまで何度か答弁をされているとおり、原発事故は収束とは言えないとおっしゃっています。そうであれば、やっぱりここを撤回しなければ、で、ここちゃんと振り出しに戻って検討しなければならないと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣。就任後、福島県を訪問いたしまして、ふるさとから離れて、困難な生活を強いられている方々からお話を伺う中においてはですね、前政権時代に出された収束宣言、いわば収束したという状況ではないと、こういう認識を私は持っております。高橋千鶴子君。その宣言が、認識は持っているとおっしゃいました。でもその宣言がこの線引きに結びついているということは認識していただきましたか。安倍内閣総理大臣。今申し上げましたようにですね、福島の方々の気持ちとしては、とても収束したという状況ではない、つまりやはり収束というのは、しっかりと生活をしていく上において、ちゃんと将来が見えてきたという段階でなければ収束をしたとは言えないんだろうと、このように考えております。高橋静香君。はい、民主党政権時代に行った収束宣言ですから、これは思い切って撤回をすべきです。そしてそれがどれほど被災者を苦しめているのかという認識をしてほしいということを申し述べさせていただきました。根本大臣が福島県出身であり、復興大臣、そして福島復興再生総括本部長になられました。そして根本大臣の、小選挙区の
この立候補の時の候補を見ますと、脱原発と書いていらっしゃいますね。で、福島支部の自民党さんの福島支部の配られたリーフには、脱原発と大きく書かれていらっしゃいます。そして、県内の原発10基すべて廃炉を実現しますと書いています。ですから、これ言っただけっていうのであれば、民主党と同じなんです。そうじゃないっていうことを示していただきたい。約束は守ると言っていただけますか。根本復興大臣。私も福島県にずっとおりましたから、 3.11 以降さまざまな皆さんの意見を聞いてきました。農業で風評被害に苦しむ皆さん、そして小さな子供を持つ母親の皆さん、さまざまな意見を私は聞いてまいりました。で、福島県民の感情としてはあれだけの過酷の事故が起こったわけですから、私も脱将来脱要は自然エネルギーや再生可能エネルギーを思い切って研究開発も含めてやって、原発の依存度を減らしていく。長期的に私は日本はやはり脱原発を、原発に依存しない社会を目指すべきだと思います。しかしやはり責任ある脱原発も必要ですから、そのためには前提として再生可能エネルギー、自然エネルギー、思い切った投資をして、私はだんだん原発依存の比率を下げていく、これが必要だと思っております。高橋静香君。はい、続きをまたやりたいと思います。終わります。これにて高橋君の質疑は終了いたしました。